初めて削るんですけど、マジでやり方わかんないんですけど、こんだけ頑張って作って作られたら楽しいっすね。 OK できました。皆さんこんにちは、松田健太です。今回の企画は岸川聖也卓球スクールとコラボということで、大家さんとペンでガチ試合をやっていきます。大家さん、なんかペンが強く強いと噂なので、ガチでそのペンのラケットを作っていこうかなと思ってます。今からまあラバー貼って、でラケットもこのグリップのとこ削って、初めてなんですけどペンのラケットを作っていきたいと思います。ラケットなんですけど、もともとペンのやつがないんで、松田健太 ALC を削っていきます。このグリップのところ、ペンは多分ここ間開ける場合もあると思うんで、その貼り方だけは違うのかなっていう。では塗っていきます。完全に塗りすぎましたね。完全に塗りすぎました。大家さん、なんか結構ペンの試合の動画流してるんですけど、特にフォアドライブ変わんないんですよね。ボール速いし、あそこを止めないとなと思って、で今回裏面ありでちょっと申し込むんで、裏面で勝負していこうかなと思います。僕は塗ればいいんだろう。こう。か。このバタフライのマークぐらいまで。ラバー入れましょうか。これちょっと上かな。うん、このあたり。このバタフライのちっちゃいマークあたり、ここら辺が、うん、ベストかなと思います。若干指も当たらないぐらい。いや、もっと下までいいな、いけるな、これちょっと下まで。さすがに面ちっちゃすぎた。結局バタフライのマークの下あたりまでやりました。これ多分ちょうどいいぐらいですかね。まあ大体で大丈夫ですね。でバックは全面、これはシェイクとか変わんないですね。これで塗る方は完成です。では貼った後のラケット削りからまたスタートします。ではラバー貼りました。
こんな感じです。シェイクをラケットに削るのはすごくもったいないんですけど、ちょっとカツサメなんで許してください。では初めて削るんですけど、マジでやり方わかんないんですけど、とりあえず削っていきます。手気をつけて、こう握るから、まだ行きたいな、これどうやって、やっぱりカーボン入ってると難しいな。本当にあと1時間後とか大家さんと知り合いなんで、あんま時間ないんですよね。だからヤスリは多分向こうについてヤスリやります。とりあえず今カッターだけ、大家さんにこのラケットを作ってんの言ってないんでびっくりすると思います。こんなに僕ガチだと思ってないですもん、絶対覚えず。いや、まだしっくりこないっすね。もうちょっと、こんなもんだ。こっち側完了です。今ヒント合ってるかな、ヒント合ってない、完了。ナス逆サイズ、逆サイズ。こっちもやりづらい。頑張って作って作られたら悲しいっすね。OK! できました、できました。もう削りましたね。これで大家さんに挑んできます。さあ行ってきます。やばい、時間ない。
やっぱな、ピンは黙って引くねえ。やっぱフェン気持ちいいわ。